セフです。どうもです。今回は下関ロケの完全版です。関門海峡という交通の要衝、そして歴史の舞台に数多く登場した本州最果ての町下関。ロケは新幹線で新下関駅に降りたところから始まります。山陽新幹線新下関駅はホームの端になぜか下に降りる階段がある駅。階段の先には新幹線の駅とは思えない狭いコンコース。なぜこの改札があるのかというと、では先ほどの狭そうな出口はどうでしょうか。近寄らないと線路に降りてしまいそうな小さな通路に吸い込まれ、降りたところは これがコンコース？中がこれ、外がこれ、どう見ても狭すぎです。さすがにメインの出口が恋しくなったので、入場券で駅の中を通り新幹線口に行きます。新幹線9両分を歩くことになる通路も寂しげ。あれ、なんか見える。こんな寂しい通路に動く歩道もあるんですね。下関インターの近くにあるこちらの広い道、道が広いので横断歩道はありません。代わりに地下道があるので、この地下道で反対側に行ってみましょう。降りたところで右を見ると、なんか光が差し込んでいます。あれ、フェンス？閉鎖中？あの出口の見えない柵の地下道だって出られたのに。実はこの出口を出ても、道と道に挟まれた歩道のないデルタ地帯に放り出されます。よく見ると出口っぽいものが見えますが、どこにも行けないので閉鎖されているのです。ちなみに地下道は国道2号の向こう側に通じています。なぜ出られない出口があるのでしょう。昔の国道2号はオーバーパスしていませんでしたが、角度自体は今と同じ。デルタ地帯も昔から存在していました。となるとこの場所の横断が危険だからということで出口が閉鎖になったとしか思えません。JR 波多部駅の目の前に高架橋と、なぜか線路の下を通る地下道。地下道は信号のついた交互通行になっているので役目を終えているのではと思いたくなりますが、地下道？しかもトンネル信号付き？つまりこの場所、上に跨線橋があるのに下に地下道。地下道が交互通行だから上にも橋を架けたと思うのですが、だとすればなぜこっちは通行止めにならない。地下道の入り口には浸水中という文字が書かれたかなり年季物のランプ、長く使われていることがわかります。
彦島に渡る橋には遮断機、手前には謎の矢印灯、1日3回上に上がる水門と連動しているのです。海なし県民のうぷ主、思わず声が出ました。実はこの橋、時間になると車では通れなくなります。昼の12時10分、車両通行止め。そして、閉められました。それどころか、どんどん橋が上がっていきます。海なし県民のうぷ主、こんなの初めて見ました。水門が通れなくなるので、先ほどの交差点も水門に行けないよう矢印を出したり、水門通行止めの案内を出すのです。こちらに至っては、青の下で右斜め前の矢印。当然ですが、この時間水門からの信号はずっと赤を出しています。ちなみに歩行者は水門の脇にあるこちらの小さい橋を渡れますが、船が通るタイミングでどちらかが閉まるようです。この時にこちらに矢印が出ると思いますが、30分待っても船が通ることはありませんでした。平家滅亡の地、壇の浦にやってきました。関門海峡を挟んで向こう側が九州になりますが、九州へと渡る橋はこの一本だけ。これは高速道路の橋なので歩行者は通れません。国道2号も関門海峡をこちらの関門トンネルで通りますが、こちらも有料道路、歩行者、自転車は入れません。では歩いて九州に入れないのかというと、壇の浦の後ろにこんなものが。関門トンネル人道入り口。どこにトンネルがあるの？と探しても、あるのは2つ並んだエレベーターだけ。実はトンネルへはこのエレベーターから向かいます。エレベーターを降りたところはトンネルのようには見えません。どう見ても水族館の地下フロアです。とはいえ、この場所はれっきとした国道2号、国道トンネルの下を通る形になります。その長さ約780メートル。人道トンネルは中央に線が引かれた一本道。そしてこちら、山口と福岡の県境、つまり次に陸地に出られれば九州。エレベーターを上がると、ついに九州上陸。海の向こうにさっきまでいた壇の浦が見えます。この海の下を確かに歩いていたわけですね。
今回ロケに行った場所がこちらになります。本編で紹介した動画は概要欄からご覧ください。というわけで下関の新スポットいかがだったでしょうか。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。セフィでした。さようなら。